ハローカーです。とねー、カーダマさん。はい。ってな感じでですね、本日はなんですけども、それは OD ですか？いえ、日常です。イエイ。超ややこしいタイトルだけど、まあね、何の動画だってなったと思うんだけど、はい、美容動画です。OD っていうのはオーバードッグの略です。はい。よくわかんないけど、オーバードッグってなんだかわかんないけど、そうです。はい。で、まあその質問で結構その美容っていうか、どうやってお肌のケアとかしてるんですかっていうのが多くて、で一本まあ化粧水とかのケアの方法もやったんだけど、かねどっちかって言ったらその飲み薬、サプリとかの方が結構力入れてて、まあそんないいの飲んでないんだけど、結構そっちの方が長く続けてて、まあずっと動画にしたかったんがやっと順番回ってきて、今動画にできるって状態ですね。はい。でもちろんね、効果あるないはあると思うんだけど、まあ続けるか続けやんかだとかは思ってます。まあ結局そんな一粒飲んでね、そんなピーってなる綺麗になるわけじゃないからね、やっぱ日々の継続がいいんだと思ってます。でまあどういったのを飲んでるかっていうのを紹介します。まあ5種類かは飲んでるのかな。でね、慣れてきたらね、その時の体調によってね、飲み分けできるようになると思う。あ、今日はこれにしようみたいなそうそうそう、そんな感じでやってます。でね、まあ飲みすぎは本当は良くないと思うんだけど、なんだろう、カーはいつもだいたい夜中、寝る前なんだけど、お腹空いてる時にね逆に飲んでます。体が欲しい栄養がお腹からの時に飲んで、じゃあ吸収よくしてくれるんかなみたいな感じで考えてます。だからまあ個人的にやってる方法なんで、あ、それ効きそうとか思ったやつだけね、真似してくれたらと思います。是非試してみてください。飲みすぎたらねってな感じでですね、早速なんですが紹介していきましょう。はい、じゃあですね、バトンタッチで解説モードでいきたいと思います。まずね、種類は全部 DHC さんのもの、を服用してます。はい。なんかまあ大手安心かなっていうんで使ってます。でまずね、一番もう明らか飲んだ時に効果出たなって思うのはヒアルロン酸。ヒアルロン酸のサプリなんだけど、これね飲んだ次の日から全然違う。何が変わるかって、起きた時のこの肌の何て言うんだろう、感じ、感じがしっとりとするというか違います。まずね、化粧のりが全然変わる。これは本当に初めて飲んだ次の日から実感できると思います。はい、カーは実感しました。本当これはおすすめでね、味はしないです。これは無味無臭なんでね、飲みやすいと思います。はいはい、続きましてですね、まあサプリの代名詞と言ってもいいでしょう、ビタミン C ですね。ビタミン C のサプリなんですが、まあ1粒にレモン約33個分のビタミン C って、こんな、なんかコンビニでもよくあるじゃん、キレートレモンみたいな。惹かれるよね、こういうの。これ1本でレモンそんなに取れるみたいな。好きなんだよ、そういうなんかデマっていうか、デマなんかわかんないけどさ、そういう言葉が好きで惹かれちゃうんだけど、これは1日2錠かは欠かさず飲んでます。これが寝る前ですね、飲むやつ絶対飲んでます。まあね、基本的にタバコをめっちゃ吸うんで、これ飲んだ分タバコに消えてると思ったら全く意味ないんかもしれませんが、まあそこを重視にしてます。で肌のこの白さ、なんか肌の粘膜とか作るんが、ビタミン C かなと思ってるんで効きますね。まあ健康のためかなって思ってます。 C は本当はね、高濃度のビタミンの点滴とかすりゃ一発でいいんだけど、2錠を目安にビタミン C を皮は欠かさず飲んでます。こちらもですね、無味無臭なんでとても飲みやすいサプリになってます。はい、じゃあ続いてですね、飲むのが、これも毎日、これは絶対毎日ビタミン C と一緒に寝る前飲むんですが、またビタミンですね、ビタミン B ミックスってやつを飲んでます。ビタミン B ってなんだって思うと思うんだけど、なんかビタミン B が個人的なトライとしたら、その肌の透明感とかを助けるのがビタミン12みたいな、12なんかわかんないけどなんかなと思ってて飲んでます。これね、錠剤自体の粒がねちっちゃいんだけど、なんかね変な味がする。臭い臭いなんか何なんだろうね、何の匂いって難しいんだけど、うん臭いただただ臭いです。飲んだら臭くはないんで大丈夫なんだけど、なんかね慣れるまでビタミン B は初めちょっと臭かったです。はい、でも粒はちっちゃいんでね飲みやすいと思います。これも皮は寝る前に2錠なんで、基本ベースがビタミン C2 錠とビタミン B ミックス2錠の4錠を寝る前に飲んでる感じですね。はい、ではですね続きましてですね、よく聞くかなブルーベリーエキステツ、ブルーベリーアイみたいなブルーベリーのサプリなんだけど、アントシアニンってやつね。まあ簡単にねもう編集でパソコン作業を始めてからやね、これは YouTube 始めてから飲み始めたんだけど、結構目がやっぱ疲れるんだよね。目にくるこの目にくるから、それのために飲んでるんだけど、これあんま効果正直わかんない。ただねでも錠剤が紫で可愛いです。うんで、まあ、編集する前とした日の晩は欠かさず飲んでる。だからさっきのビタミンの4錠に対して何をプラスしていくかっていうので考えていくんだけどね、うん、これもね1日2錠で書いてるんだけど、これはもう気分によって飲んでる感じです。はい、じゃあですね最後、まあ、5種類目、これがね苦手なんだよか亜鉛で、亜鉛飲むのみたいな思うと思うんだけど、亜鉛はねなんかタンパク質をなんか助けるみたいな、そう髪の毛のツヤのために飲んでるというかそんな感じですね。なんだけどこれが臭い、マジで臭いっていうんが、このね開けて匂うんでもまあ匂った時点でこれでもまあ若干なんか匂いはするんだよ、うん、なんか何なんだろうね、うん、まあそんな強い匂いはしないんだけど飲んだ後が臭い。飲んだ後その口の中が臭くなるというか、なんかいいから匂いが上がってくるというか、なんか独特な感じがします。でまあその鉄分も入ってるからいいんかなみたいな、なんか鉄っぽいじゃん亜鉛で、まあ基本的には本当髪のツヤなんかタンパク質を助けるみたいなのが亜鉛だし、髪の毛を伸ばすなんか育毛剤、育毛の飲むのとかも多分亜鉛が入ってるんでいいかなとか思って飲んでるんだけど、結構これも続けてる。亜鉛はね1週間2回ぐらいかな、気分によって飲んでる感じですね。はい、じゃあですね最後ちょっとまとめというかしていきたいんですけど、まあねかのその成分説明じゃねどっちみちねなんかあやふやになっちゃうんでね、基本なんかとかそんな説明しかしてないんですが、もちろんね自分がずっと飲んでるんで飲み合わせが悪いことはないと思います。はい、実験済みです。モルモット済みです。はいでねまあそのサプリとかってさよく言うじゃん、飲んでもなんか効果ないみたいな、ほとんどなんか体に吸収されないみたいな。でもさそれほとんどじゃん、ほとんど吸収されないってことはちょっとは吸収されてるんやろみたいな、また変な考えしだすんだけど、ちょっと吸収されてるんだったらその分飲むよみたいな、うん、そんな考えでビタミンばっかり取ってたりとかしてるんだけど、まあねこれ続けてもう何年になるんだろう、ビタミンは結構ずっと飲んでるんだけど、それでね体に異変が出たことはないんでね大丈夫だと思います。はい、あとはね何を信じるか、まあヒアルロン酸飲んだから結構化粧のりいいじゃんみたいな、うん、あ昨日飲んだから今日はいいなみたいな、もうほんと自己満足とか自己暗示の世界になってくるかもしれんけど、それがねちょっとしたね自信につながればいいんかなとかは思って毎日飲んでます。はい、なんかちょっとうまくまとめれた気がするはい、ってな感じでですね本日はサプリの紹介でした。是非ねいいなと思ったやつだけ試しに飲んでみてください。あ全然企業案件じゃないんで、はい、逆に製薬会社の案件欲しいです。まだちょっと発売前の薬なんでとか言われても全然飲む、うん、アポトキシン飲ませろアポトキシン、もう一回やり直したいよ日々からはい、ってな感じでですね本日は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。バイバイカーでした。さあ、自問自答だ。ふう。今日はどっちのサプリ飲もうかな。ブルーベリーにしようと。はい、ってな感じでですね本編ご視聴どうもありがとうございます。お疲れ様です。はい、ちょっとまあ勘違いしてほしくないなっていうのがあって、まあね、もちろん今回の動画その美容動画としては全力で作ったつもりです。本当にサプリはおすすめです。ただね、そのまあカーの場合、その美容と同じぐらい、まあどうやってやめればいいですかっていうのが多いんで、まあ裏ルートというか、多分でもサムネもほぼできてるんだけど、多分カーまあそっち寄りに作ったと思うんだけど、まあね、そういうこともあるさ。まあ普通に見るんだったら美容目的として見てもらえたら嬉しいし、まあ気になってる子は途中で入れたけど自己暗示とまあサプリでそういうことだと思うカーの場合は。そういうことです。はい、そうなんです。まあそれはどうでもよくて、一応ね、毎月ね、そのメモリーズって言って、まあ、今月こうあってこうだったよみたいな動画出してるんだけど、それがね、ちょっと今月スケジュール的に難しそうで、ごめんなさい。ただね、来月はちょっと一本メモリーズ、まあちょっとカーのその地元のお祭りとかも入れつつで、はい。足したいなと思ってるんで、来月のメモリーズお楽しみにしといてください。で、月間クッキーも発売してます。今月の月間クッキーは、黒羊のセバスチャンのコスプレです。はい、塩ビ服っていうのかな、羊服で撮った写真のやつなんで、ぜひぜひ、はい、カーのお店の方からお買い求めください。集めてください。で、最後ね、10月5日イベントどうもありがとうございました。ハロウィンイベント楽しかったです。本当に楽しかったのは本当。ただね、まあちょっとね、めっちゃもう自分にムカついて、やっぱね、そうイベントってまだね、ちゃんとみんなの前で話すような回作ったのは2回目なんだよ。個別対応とかだったらさ、ある程度話せるんだけども、人前立った瞬間、自分のねファンたちリスナーさんたちなのにさ、ブルブルってしてくるし、もう何みたいなね、スキル足らんと思ってすごいムカついて自分にもうやばかったんだけど、まあね、また12月クリスマス予定してるんで、それも楽しみにしといてください。どんどんね、まあ次123回目か、次のイベントでもうちょっとねスキルアップできたらいいなと思ってます。はい、てな感じでですね、今日は以上です。顔は眠いですが、もうちょっと頑張ります。おやすみなさい。バイバイ。